諏訪古墳は、宮城県黒川郡大外町か川に作られた、円墳である。古墳時代中期から後期にかけて、5世紀から6世紀に作られたと見られている。多賀城ができる300年ほど前の墓である。海老沢古墳とも呼ばれる。松島丘陵の西側で、吉田川の南にある丘陵のふもとにある。5から6世紀の築造と見られており、花壇肩の部分。 その内側に埴輪を巡らした中期古墳である。中央の船底型にくぼんだところが、木管に埋葬者を収めて葬ったところで、棺の上に粘土を詰めた上で、円形に白色粘土を置き、さらにその上に朝顔型、壺型の埴輪を立て並べてあったという。現況は、ほぼ完全な形の円形で、丸底のフライパンをひっくり返したような形で、原野として残っていて、 幅3メートル、深さ1.2メートルの V 字型の周堀が巡る。周辺の地形と合わせて全体を見ると、界隈では最も高いところで、今は民家の水田の一角にあって、大里町指定文化財となっている。埴輪は地元近辺で焼いて作られたもので、関西方面の埴輪と同じく、肩の直径が20センチメートル。 上の円で30センチメートル、高さが40センチメートルほどある。他に、朝顔型、壺型の埴輪も出土している。人形や動物型埴輪よりも古い時代のものである。ありがとうございます。